うわっ、使い終わり。はい。やっぱ、俺はここがいいわ。 え、ということで、本日ね、和室から動画の方をお届けしているんですが、最近よくあるね、勝利動画を和室から届けるという、これが真の和室界隈というところでですね、本日も試合がありましたと、はい、千葉ロッテマリーンズ対埼玉西武ライオンズ、まあ昨日はね、ちょっと僕動画上げられなかったんですけど、まあ現地に行かせていただきましてね、はい、まプレイバイスポーツ様の、まあちょっとしたね、得点ということで行かせていただきました。その動画に関してはね、ちょっと火曜日に公開して したいなと思いますんでそちらの方も楽しみにしていただければなと思いますでね、昨日ねセーブに対して解消しましたと、はい、そしてまあね、えー、昨日イーグルスが敗れたことによってまあ、1.5ゲーム3にね開いたとまずひとまずね、えー、そして、えー、本日ねまたまた大事な試合というところで、えー、とイーグルスがこれホークスに対して連敗をしましてですね千葉ロッテマリーンズは、えー、セーブに対して連勝をしましたはい これによって、えー、3位ロッテ、それから4位楽天との、えー、ゲーム差がまた再びね、えー、2.5ゲーム差まで、えー、広がってきたということで、まあ、まだ油断はもちろんできないけど、だいぶ安泰にはなってきたんじゃないかなとは思います。まあ、2.5ゲーム差は、まあ、残り8試合での2.5ゲーム差、まあ、楽天の方が試合数が多い、4試合かなロッテより多いっていうところはあるんですけれども、あそこで、まあ、楽天の方はもうほんと全勝しないとっていう感じであの来るとは思いますんで、まあ、今日までのね、ここの2連戦、はい、楽天は連敗してしまいました。 その楽天が負けてる間にね、ロッテが連勝できたっていうところは、えー、また CS に向けて非常に大きくなったポイントだったんじゃないかなと思います。はいいいたただ明日勝たななと意味がない、うん 明日です勝負は。はい。明日直接対決です。楽天戦です。まあ、なんつってもね、先日の楽天戦仙台でありましたけれども、そこの2連戦で2連敗して、一時ね、えー、4位になりましたからね。これはまあ仙台ではやられてるっていうちょっと悔しさがあるので、はい。まあ、2.5ゲーム差離れてね。まあ、まだロッテ優勢、それからまあ、負けられるっていうところではありますが、リベンジしましょう。 ま、仙台でやられたっていう悔しさをバネに、明日本拠地で楽天戦がありますんで、そのリベンジをね、果たしていただきたいなというふうに思っております。まあ、やっぱね、あの、ま、楽天戦直接採決をこぼさないっていうところもそうですけど、やっぱり今シーズンね、この相性のいいライオンズに対して、勝てた。ベルーナドームでこの前一勝3敗になった時はマジでやばいと思ったんですけどね。はい、まあ、ここはしっかり本拠地で、自慢、それから佐々木朗希、このダブルエースで、見事にね、取ることができたんで、よかったかなと思います はい、ということで、えー、本日の試合展開確認していきましょう。先発がね、ローキ投手だったんですけども、今日も立ち上がり、やばかったですね。あの、1回と2回以降のローキが、あの、マジで別人なんですよ。1回はこれ、多分、ーキじゃなかったもんね。普通に。はい、まあ、ツーアウトまで行った後にね、3番の西川選手に対して、ストレートのフォアボール。まあ、これはね、審判ちょっと厳しかったかなーっていうところでもありましたが、まあ、いい球は、まいっていました。まあ、なんかその後にね、えー、いつも通り、ロッテ盗塁決められて、それから、佐藤隆星選手のタイムリー でまずセーブが1点を先制ですね、はいまあ、ここ2アウトからっていうところで、まあ、結果的には、ね、あの2アウトからのフォアボールっていうところでねあの失点してしまったんで、まあ、ここはもっ,たいなもったいなかったっていうぐらいの球じゃなかったけどねここはまあ悔やまれたかなっていうポイントですそれから野村大樹選手も2ベースヒットつないでいってでその後に、えー、こいつバッテリー間のミスが出て、えー、これで2対0やっぱ まだ自滅が多いね。本日使ったからいいですけど、ほんと短期決戦だったりとかポストシーズンとかになってくるとね、ほんとこういうミスで決まったりとかするんで、こういうね、まあ自滅というか、防げるミスっていうのはほんとにこのシーズン中から、あの減らしていかないと、はい。ポストシーズンほんとに厳しい戦いになってくるんで、まあただでさえ、多分3位でしょ 本当にこういうミス一つで、あの、変わるんで、えー、そこはちょっとなくしてほしいかなと思いました。はい。まあ、しかしね、えー、まあ、ライオンズとの相性もあり、えー、2点先制されたロッテで、ロッテでしたけど、えー、すぐにね、2点取り返しますということで、えー、先頭大岡選手が、えー、フォアボールを選んで、その後2ボール2ストライクからの藤岡選手が、えー、これ、ラインエンドヒットでね、これ、うまーく、もう引っ張り込んで、これ結構内側のボールだったんですけどね、内側うまーく、えー、腰の回転だったりとかも使いながら、1、2塁間を抜けていきました。はい。やっぱりまあ、これ、ラインエンド ヒットですからね、引っ張るっていうのももちろん大事ですけどやっぱゴロを転がしてねランナーを進めていくっていうのがね非常に大事になるんで、まあ、ここフライだったりとかねまあ最悪なのはいい打球だけどライナーとかねそういうのじゃなくてしっかりとゴロを打っていってなおかつ12塁以下を抜けていったこれはもう偉大な7番のセンスだなとはい思いますそしてノーアウトランナー3塁1塁のところからポランコ選手がねピッチャーゴローっていうところだったんですけどもねこれでヒロミ選手がちょっと飛び出してしまって、えー、これでまあ最悪ワンアウト二三塁作れ れば、えー、いいかなとと思ってたところでこれね、えー、羽田選手がちょっとね岡選手をアウトにしようと思ったところでちょっとつまずいたんですよねつまずいたところから、えー、サードに送球してしまってこれが悪送球になりまして一気にね一塁ランナーの藤岡選手までが帰ってきたとはいこれをねまあ相手からもらったミスという形でロッテがすぐに追いつきましたとまあこういうね相手のミスを誘うっていうところもねまあ先頭が出てそれから仕掛けていってね、えー、作ったチャンスで、えー、そういうのが出たんでまあここの一 2番のつながりっっていい、いうとところははね本当に素晴らしかったかたなと、はい、思いますそれから、2回の裏ですね。まあ、ロッテはもう点を取り出したら、この西武戦に関してはことごとく止まらないので、俺たちは止まらないなので、2回の裏見ていきましょう。えー、今日スタメンね、えー、入ってきた茶谷選手が、1打席目からいきなりね、結果を残しました。やっぱりね、今シーズン、1割2分7厘なんで、今日の試合始まるまで、その中でね、やっぱチャンスを与えたいっていう中で使ってもらってる中でね、こうやって1打席目で、しっかりと結果を残せたっていうところ、大きかったと思います。 後々言いますけどこのあと茶谷選手ねあのタイムリーヒットも打ちましたしそれから今日3安打ですからね猛打賞しっかりとスタメン起用に応える活躍、えー、できたんじゃないかなと思いますそしてショ選手が、えー、送りバントしたんですけれども、えー、これがフィルダースチョイスという形になりましたねはい2塁に投げたんですけれどもこれがセーフになりましてノーアウト2塁1塁そして、えー、藤原選手があ「あの送りバントで俺白飯3杯食えるわ」 あれはもう十分なおかずになります。うん、本当に美味しい美味しい、えー、藤原選手の送りバント。普通に送りバントだったけど、一類危うかったからね、普通に。もうちょっとでセーフになるかっていうぐらいのバントだったんで、非常にこれは白飯案件だなと。 思いました。そして、広ロ選手がデッドボールの後ですね、満塁となりまして、えー、藤岡選手、やっぱバット触れてますね。はい、これもうちょっとでね、左中間破っていくんじゃないかっていうところはありましたが、えー、これはね、センター西川選手のファインプレーに阻まれまして、まあ、結果的にね、犠牲フライという形になりました。そして、えー、ポランコ選手も、えー、逆方向にね、タイムリーヒットをっていくと。えー、こんな感じの繋がりでね、えー、ロッテが1回2回とそれぞれ2点ずつを取っていきまして、非常に繋がりよく、今日はノンストレス、もう1回の表以外はノンストレスで、 見れたなと思いますそして3階の裏、えー、先頭小木野隆、えー、ユニフォーム破ける事件 事件でもないですけどね。あの、小木野選手が普通に左中間方向にね、あの、ヒットを放って、それでまだまだ39歳走れるぞっていうくらいの走力でしたし、それプラスヘッドスライディングがかっこよいすぎた。それでユニフォームが破けた。で、すぐね、ユニフォーム交換しに行って、俺ね、うすうす期待してたのがね、セカンドから普通にホームに帰ってきてそこでもヘッドスライディングしてさ、あの、もう一枚ぐらいユニフォーム破けねえかなっていう。うん、それもちょっと期待したんですけれども、まあチャタ谷選手がね、ここで、えー、タイムリーを打って、えー、ヘッドスライディングは見れませんでした。 U のねね、えー、でしたから、ねまあ、このチャタニー選手のタイムリーによってね、ほんと序盤、まあ2点は先制されましたがね、えー、その後逆転して、さらに追加点を取っていくっていう形で、えー、徐々に徐々にね、試合の方は、えー、ロッテペースになっていったのかなと思います。はい。そしてまあ4回の裏なんかもね、えー、なんかマイニング得点してるね。うん、4回の裏なんかも藤岡選手がヒットで出た後ね、2人も繋いでいって、 で佐藤俊也選手今シーズンマジで覚醒している打てるキャッチャー佐藤俊也選手これが110本目のね今シーズンのヒットになりましたそれが2点タイムリーヒットまあこれで試合決まったかなっていう感じがしましたね朗希投手に関しても初回2失点はしましたけれどもね2回以降本当にいつものねこれが佐々木朗希だこれが本当のあの佐々木朗希だっていう感じのピッチング見せてくれていたので5点あればね残りのリリーフの方も全然十分じゃないかなと思いましたんでこの俊シ君のタイムリーによってね えちょっと試合は決定ついたかなというところでございました朗希投手はね結果的にまあ7回を投げまして2失点はいまあ初回は本当にどうしたんだこんなんでメジャーいけんのかなと思ったんですけどね、はい、そっからやっぱ本来の佐々木朗希投手のピッチングが戻ってきまして、まあ、結果的には7回2失点ねしっかりと QS 切ってくれたんで、えー、まあおそらく今日もヒーローインタビューだったんじゃないでしょうかね、えー、朗希投手これで9勝目ということで朗希投手ねあと1試合投げるんですよおそらく来週の日曜日また西武戦ですけど ここで2桁いけるかいけないか。 はい。キャリアハイになるかならないか。ここ非常に見物なんじゃないかなと思うんで。キャリアハイ行きましょうや。で、まあ今日のリリー夫人の方はですね、えー、8回横山投手が投げ、えー、9回ね、球団記録も、あの、どん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 更新しててね、えー、先日の仙台でちょっとその記録は終わってしまいましたが、えー、もう堂々のね、防御率1点なる国吉投手が、えー、今日はね、えー、5点差の場面でしっかりと抑えまして、見事にマリーンズ連勝ということで、まあ非常にいい形で、この本拠地3連戦、えー、明日もね、楽天戦ありますけれども、明日 が本当に一番大事な試合になるんでね、えー、その明日の試合に向けては、えー、非常にいい勝ち,勝ち方ができたんじゃないかなと思うところでございます、えー、まだまだね熱い熱い CS 争い、えー、続いてきますんで残り8試合全力でもう全部勝つ気持ちでいきましょうということで明日の試合も毎日ファイティン